高徳天皇、596年、水古天皇4年から654年11月24日、白地5年10月10日は、日本の第36代天皇、意味縄経営。その在位中には、南馬宮に宮廷があったことから、後世その在位時期をその政策などを含めて、南馬朝という別称で称されることがあった。 美達天皇の孫で、押坂の彦人体系巫女の王子、千ヌ王の長男。母は、金明天皇の孫で桜井巫女の王女、キビ姫大君。光玉天皇の同母弟。天智天皇、橋人王女、天武天皇の王子。名、橋人王女を皇后にした。安倍倉橋のマロの娘の小足姫をとして、有馬の巫女を設けた。他に、子女は確認されていない。 蘇我倉の山大石川のマロの娘の父娘を秘とした。日本書紀の表によれば、天皇は仏法を尊び、神道を軽んじた。十二で従者を好み、帰船を問わずしきりに、恩直を下した。また、蘇我イルを避けて、摂津国三島に引きこもっていた、中富の鎌子が即位前の慶応寺時代に、接近していたことが知られる。 皇玉天皇4年6月12日に、木の富の変が起きると、翌々日に、皇玉天皇は、中野大江の王子に、位を譲ろうとした。中野大江の王子退して、慶美子を推薦した。慶美子は三度辞退して、個人体慶美子を推薦したが、個人体慶は辞退して出家した。14日のうちに、皇玉天皇から上位を受け、慶美子が即位した。大王の上位は、 前代未聞であった。前の大王である、皇玉天皇に、皇祖母尊という称号を与え、中野王への皇太子とした。安倍内麻狼、左大臣に、蘇我倉の山大石川の麻狼を、右大臣にした。中富の鎌子を内津おとした。皇徳天皇元年6月19日、史上初めて元号を立てて、大化元年6月19日とし、 大化六年二月十五日には白地に改元し、白地元年二月十五日とした。日本書紀が伝えるところによれば、大化元年から翌年にかけて、高徳天皇は各分野で制度改革を行った。この改革を、後世の学者は、大化の改新と呼ぶ。この改革につき書紀が引用する改新の御事のり四条のうち第一条と第四条は、 後代の完成を下敷きにして改変されたものであることが分かっている。このことから、初期が述べるような大改革はこの時、存在しなかったのではないかという説が唱えられ、大化改新論争という日本史学上の一大争点になっている。高徳天皇の在位中には、高栗、くだら、白木から、しばしば死者が訪れた。従来のくだらの他に、 朝鮮半島で主政に立った、白木も、使者を送ってきた。北の江戸に対しては、ぬたりの作、岩船作を、越国に築き、作古を置いて備えた。資料に見える上作と作古の始めである。高徳天皇は、南馬長江豊か三崎宮を造営し、そこをとと定めた。白地四年に、皇太子が、大王に対して和教にせんることを求めた。 大王がこれを知り添けると、皇太子は、皇祖母尊と、大木さき、大天王子を連れて、和に赴もむいた。進化の大半も皇太子に従って去ってしまい、気を落とした大王は、翌年病気になって崩御した。宝五十九近年では、慶美子が、中野大江の王子を強鎖して、木の富の変を引き起こした黒幕であるという説を、唱える、歴史学者もいる。 しかし、慶美子が即位して後徴用したのは、蘇我氏系豪族が多く、今後の議論が待たれる。高徳天皇大阪磯長領領は、宮内庁により、大阪府南河内郡大使町大和山田にある大阪磯長領に事情されている。宮内庁上の形式は円休。遺跡名は、山田上野山古墳で、直径32メートルの円墳である。日本初期では、天皇は、 白地5年10月の崩御後、同年12月に大阪磯所長領に葬られたとする。演儀式所領領では、高徳天皇領は、縁領の大阪磯所長領として記載され、河内国石川郡の所在で、町域は東西五町、南北五町で、四湖三煙を毎年当てるとする。その後、元禄の丹領の際に、元領に自乗され、 現時元年に修復及び廃所整備等が実施された。現在の両合には、坂でなく、坂の字が使用される。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、天皇の礼が祀られている。在位年と西暦との対象表を、ありがとうございます。